アメリカが遠征洋上基地ミゲル・キースを日本へ差し向けているのをキャッチしました。今回は日本初配備となる遠征洋上基地ミゲル・キースを詳しく見ていきますね。F-35B 戦闘機艦載可能との報道もありましたが、実際にはそう簡単にはいかないみたいですよ。護衛艦いすもも増えたので、日米での連携強化は進んでいきますね。中国はロシアと連携を強化しています。アメリカさんも本気ですね。アメリカ海軍のルイス・P・フラー級遠征海上基地の3番艦であるミゲル・キースが2021年10月から日本各地に点在する在日アメリカ軍基地に姿を見せており、数多くのニュースとして、その様子が報じられています。ミゲル・キースが最初に日本で確認されたのは10月5日で、沖縄は当時のアメリカ海軍が行うホワイト・ビーチの機体に到達したため、アメリカ軍がハワイ軍が領地に現れたと考えられている。続いて、ミゲル・キースは、ホワイトビーチの沖合から移動し、10日には、長崎県の佐世保のアメリカ海軍基地の沿岸部に姿を見せ、さらにそこから移動し、17日時点で、今度は、山口県の岩国基地に寄港した模様だ。これまでの日本到着後のミゲル・キースの動きを連続して見ていくと、沖縄、佐世保、岩国と日本列島に点在するアメリカ海軍基地へ北東方面に移動を続けており、次は神奈川県の横須賀ではないかと推察されている。ミゲル・キースは全通式の飛行甲板こそ採用されてはいないが、ヘリコプター用の発着艦スペースが確保されており、艦首部分にはシコルスキーエアクラフトディビジョン社製の CH-53E スーパースタリオンを2機収容可能だ。一部の報道によれば、ミゲル・キースには短距離離陸、垂直着陸が可能な第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型の発着艦も可能と紹介していたものもあったようだが、これは誤情報で、その運用は想定されていない。ミゲル・キースはルイス・ P・プラー級遠征海上基地の3番艦という、これまで日本ではあまり聞き覚えのない艦種であることが、こうした誤解を生じさせているのかもしれないが、遠征するアメリカ軍の支援を目的とした艦艇である。ミゲル・キースを含むルイス・ P・プラー級遠征海上基地は、基準排水量81,435トン。全長 239.3メートル、全幅50メートル、ドム12メートル、ディーゼルエレクトリック方式で、最大速力15ノット、航続距離が約9500海里とされている。ルイス・ P ・プラー級遠征海上基地は、この規模感、そして見た目から想像できる通り、ジェネラルダイナミクス社の子会社、ナショナルスチールシップビルディング社が、自社の石油タンカーをベースに建造したものである。実は、ルイス・ P ・プラー級遠征海上基地の前級にあたる艦艇に、モントフォードポイント級遠征移送ドックという艦があるが、両社は、ベースを同一とするため、艦の寸法等は全く同じであり、姉妹艦とでも言うべき存在だ。ただし、モントフォードポイント級遠征移送ドックは、その名称が示す通り、大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇を3隻収容可能なドック型の輸送艦で、2隻が2013年以後就役し、強襲揚陸任務の海上プラットフォームを担う。これに対して、ミゲル・キースを含むルイス・ P ・プラー級遠征海上基地は、L 脚1級エアクッション型揚襲艇ほどの大型艇は運用できず、もっと小型の複合型ゴムボート等の搭載のみが可能である点が大きく異なる。
その代わりに、ルイス・P・プラー級遠征海上基地は、前述のようなヘリコプターの発着艦が可能でかつ、遠征時に各部隊への指揮を行うための司令部となり得る通信機能の増強が施されており、求められる役割に相違があると言える。ルイス・P・プラー級遠征海上基地は、1番艦で、ネームシップのルイス・ P・プラーが、2015年5月、今回来日中の3番艦、ミゲル・キースが、2021年5月に就役、現在追加で2隻が建造される予定で、計画が進められている。ルイス・ P・プラー級遠征海上基地とモントフォードポイント級遠征移送ドックとは、ナショナルスチールシップビルディング社の既存の石油タンカーアラスカ級をベースとしたため、一部には同型艦と見さす見方もある。いずれにせよ、モントフォードポイント級遠征移送ドックは、従来のアメリカ軍には存在しなかった艦種であるため、これに前級は存在せず、アメリカ軍の敵地への大規模上陸作戦の実現を基として建造された艦艇である。アメリカ軍の上陸作戦といえば、ワスプ級7隻やアメリカ級2隻などの強襲揚陸艦による実行が想定されるが、これらの合計9隻では投入できる兵力が限定的だと考えられ、もっと大規模な兵力の投入手法が模索された。考える、最も効率の良い大規模上陸作戦の実施には、大型船が接岸可能な港湾の確保が早道ではあるが、これらは当然敵国の領土であることが多く、それを接収して作戦を進めることには大きな困難に直面すると見さされた。これをカバーするために考え出されたのが遠征移送ドックという艦艇の概念であり、洋上に大規模な上陸作戦を遂行するにあたって必要となる物資を集積する兵站基地的な機能を備えた艦艇を建造する案が浮上することとなった。こうした案の実現に向けて、当初ジェネラルダイナミクス社は、大型の L 客1級エアクッション型揚集艇を6隻収容可能で、さらに、これらのうち2隻を同時並行で使用可能とする遠征移送ドック艦の案を示した。この遠征移送ドック艦は、1隻で、アメリカ軍の旅団規模の兵員と装備を収容し、最大速力20ノット、航続距離が、最大で9000海里を実現し、建造に要するコストは、1隻あたり約1700億円ほどになるとの試算が出される。しかし、この計画が進められていた2000年代には、アメリカの軍事予算の削減傾向が続いており、2009年に大幅な見直しが行われ、モントフォードポイント級遠征移送ドックとなり、L-1級エアクッション型揚集艇は、3隻の収容規模となった。モントフォードポイント級遠征移送ドックは、このコスト削減のために、石油タンカーアラスカ級をベースとすることになり、これにより、当初計画の3分1の1隻あたり約570億円ほどで建造され、収益を迎えている。ただし、今回のミゲル・キースを含むルイス・ P ・プラー級遠征海上基地は、L 客1級エアクッション型揚集艇は運用できないため、搭載する CH-53E スーパースタリオンヘリや小型のボートでの輸送がメインで、兵站機能を担う。どちらかといえば、ミゲル・キースを含むルイス・ P ・プラー級遠征海上基地は、前線における司令部機能を重視した艦艇になっているようでもあり、アメリカ軍の運用構想そのものが、さらに変化してきている、現れかもしれない。ちなみに、ミゲル・キースは、アーレイバーク級イージス駆逐艦の10番艦、ポール・ハミントンらと共に、2020年4月に、ペルシャ湾の公海上に派遣されたが、イラン革命防衛隊所属の小型船の接近を許すと、非対称戦での脆弱さも露呈した。こうした経歴を持つ、ミゲル・キースが、
今現在日本に航行してきた理由は未公表だが、中国軍の台湾に向けた活動の牽制を図ることが主目的ではないかと見る向きが大勢を占めるようだ。くしくも2021年10月18日朝には中国海軍とロシア海軍の少なくとも10隻の艦艇が北海道と青森間の津軽海峡の公海上を日本海方面から太平洋方面に通過する事態も確認されており、中ロの連動した動きにも注意が必要だろう。